はい、急げ急げ、とんだ誕生日だわ。やばい、友人大橋にやってまいりました。出ますね、出ましたね。大吊り橋ですか。そうです、はい、はい、いやもう日本一あの高いバンジージャンプがあるところ、カクカクシカジカやってまいりましたなダイエットレースという企画がありまして、はい、HF が企画してた、そちらの方で、バン君が、最下位ということで、はい、バン君が、バンジーを飛ぶと、はい、バンがバンジーを飛ぶと、バンがバンジーを飛ぶ、はい、ということで、ね、バンジーですはい、そしてイッピは、はい、今日誕生日ということで、はい、はい、一番ありがた迷惑なプレゼントですありがとうございます。俺ほんま止めるんかどうか分からんけど、見て見てやばいよこれじゃあ俺的には本当にこれからリリースするね、あのミニアルバムとツアーの成功祈願も込めて飛びたいと思います。まず俺体重のね問題があるんで、あ最悪裸で飛ぶことになるでしょう。はい、はい、そうです、ね、はい、モザイクはかけとき、オッケー、よっしゃ飛ぶぞ。そのリアクションダメっすか。じゃあ上脱ぐとかはしゃっ600ですか500ですか体重減らすために走ってください。急げ急げ、とんだ誕生日だわ。ちょっとすいません、パンツくそあと何ぼっすか。200しか減ってないじゃないもうこれ出しろパンツパンツパンツズボン履きなさい、ズボンをどうっすか。いい感じです。いい感じですか。はい、ウェイトチャレンジですか。はい、なんか違うやつバンジー二の次になってきてねえからな。あー、オッケー、やだー、よっしゃー、やーあらす、ぴったりぴったり、うわ、あらすその格好で飛ばないといけない。この格好で飛ばないこの格好だこれですよ。これがギリギリ105キロ皆さん、これ以上になったらダメですからね。はい、顔がついた、顔がついた、顔がついた、これめっちゃ怖いやん怖いよ、それはそうだマジで、いけよ、はい、今週もヒッピ堂を見てくれてありがとう。私ヒッピーは高カロリー意識の高いデブをリリースいたしました。そして初の全国ツアー行きますんで、下の概要欄からチェック、そしてチャンネル登録の方よろしく頼みます。ほじゃない。